ご覧いただきありがとうございます。ルースターの佐藤でございます。今日はですね、蜂蜜とチーズのピザ、これね、あっという間に、今日動画終わりですから、聞いてください。さあ、蜂蜜とチーズのピザ、実は当店で一番の、人気メニューと言ってもいいぐらいでした。蜂蜜とチーズのピザと言ってますよ。ピザの部分の生地の部分は実はこういうナンで作ることができます。もちろんチーズの、何ですか、ピザ生地でも大丈夫ですけども、こういうナンですね、スーパーで売ってます、これを使います。でこれの上に、塗るのがこれ、まあ、これじゃなくてもいいんですけど、これはたまたま塗るスプレッドゴルゴンゾーラチーズ入りってやつです。でゴルゴンゾーラって、まあ、あのチーズですけども、イタリアのあのブルーチーズの一種かなんかだと思います。で、近所のですねスーパーやコンビニにもしこれはゴルゴンゾーラですけどなかったみたいな場合はですね、ブルーチーズの塗るタイプでも大丈夫です。でこれをですね、バターナイフみたいでこうここの上に塗っていくわけです。まあ適当で大丈夫ですよ。で塗っていただいて、さらにそれの上にこのようなあのピザチーズありますね、こう、ね、こういう、切れてるやつですね、細かくなってるやつ、これをパラパラパラっと、適宜、のせていただくと。で、それで、焼くんですね。オーブン、トースターで、トースターで大丈夫ですよ。でこれで6、7分ですかね、まあ、あの焦げないように、焼いて、こうチーズぶわーってなってきますけど、それを見ながら、あこれ焦げちゃいけないねっていうぐらいの感じですね、止めていただきます。で、まあ、取り出してまな板の上に取り出してください。でそれで包丁で何等分ですかね、6切れぐらいになる感じで、切っていただきます。そして、それをですね、まあ、お皿の上に乗っけるわけですけども、その後にこういうあの蜂蜜ですね、蜂蜜をこうかけていただいて、で召し上がっていただくわけです。これがですねもうめっちゃうまいです。今まで、ナンのピザっていうのは2種類やってたんですけど、もうダントツでこっちのは実は美味しかったんで、ぜひあのご家庭ですぐできますんでやってみてください。今日はこんな感じでした。ありがとうございます。